今日の、えー、テーマですけども、えー、試験傾向から考察。ああ思考停止を防止する3つの方法、ちゅうことへね、えぇ、ー、レクセン人講師の宮口がお送りいたします。どうも皆さん、ちょっとマスクも外していいですかね。えー、ちょっと、しトリ相撲的な感じでやっとるもんですからね。今、あれですよ、感染もね、拡大傾向にあります。ね。 えー、もうずっとあの1回減ったんだけど今またねあの第7波にもう入ったか入ってないかあの入,った入ったって言ってもいいぐらいのなんかそういう伸びを示しますね皆さん気をつけてみましょうよしじゃあ、えー、っといって見るかねはいさあそれでは、えー、はい 今回ね、あのー、言いたいことはイカの3点なんだよ。ええー。でね、あおー、イカの3点、えー、イカの言いたいことは <laughs> あ、これ読んだらもう俺読んだよね <laughs>。とりあえず、あのー、言いたいことから言うという。まあ、俺らしいでしょあの、俺ね、なんかごにょごにょごにょごその、持ってまって言うようなことがね、大嫌いなんですよ。だからもう今日のテーマ、3つ。 はい、三つ言って終わりみたいなね。<laughs> はい。上から読んでいくのではなく、あえー、説問から読んでいくべきですよ。うん。これね、別に今年の問題を踏まえてんじゃないよ。毎年とっていうことですよ、もう。うん。上、あの、上から読んでも下から読んでも山本山じゃねえからね。ええー、無にやに無でもねえぞ。うん。 あのー、これね、まさにもう的中しましたね、この考え方自体が。ええ、理由も本筋かな、ずれの,のようにするためですよ、だけど、ちょっとまあ見てくれ、今年のね、過去問がついちょるよ、これ、ありがたいことに、ほら、ね、これ、R4 でしょ、うん、うん、ね、えー、なんかなかったっけ、アウディ R4 みたいな、なんかったあれは、えー、っと、RS4 だったかな、うん。R 8っていうのあるんだよね、うん、まあいいわ。で、これ、あの、特実の1です。それよりもね、特実の2なんですよ、俺が注目したいのは、これです。ええー、これ見てくれよ。まずね、ストーリーがすげえ投げんだわ、ほら。なんかこう、読みたくねえなーって感じの。ね。で、説問がやっとですね、5ページ、あ、ごめんごめんあの、これで言うと5ページなんですけど、まあ、問題文から言うと2ページ目。ね。 うん、でね、ダメな人ほど知ってる、落ちる人ほどどういう発想かというと、あの、真面目っていうか、あい上から読んでいくんですよ。<laughs> ね、あの、もう落ちる一直線だね。はいあの。俺の授業を普段から受けてる人はね、そういう発想はしないんですよ。ね、まあ、私の指導方針は説問、説問から読むですから。で、説問から読んでみようか。もう、これだけで答え分かっちゃうっていうね。 はい。おつによる P の移転請求が認められる理由。ね。だから理由っていうのは要件を満たすことですよね。だからそれを言っちまえばいいんですよ。ね。だから日頃からそういう戦略言ってんだって俺。うん。でも何にも難しいこと言ってなくてね。この移転請求っていう言葉だけでもう74条でしょ特許権の移転請求っていうこの言い方が、もうあの、 74条しか意味してないんだらねだから説問に読んでるだけで答えが出ちゃうんですよ、えー、であとはまああのー、理由だからねまあ理由というのは要件なんですよだからまあちょっと見ましょうか特許さんは距、えー、離続けることなく特許権、えー、E が請求記載された特許権 P が成立したと、うん、なるほどああでもここはねあんまり関係ねえかな あこれだこれだこうおよびえー、っとこれ俺これオツはー P の存在を知り、えー、P の移転を求めて公平を被告として移転請求をしたとで、うん、ほらだからオツがなんかいいやつって感じなんだろうねこれねあじゃあちょっと見てみようかいじゃあねどの辺から読んでいこうかそれで 必要な情報を探しに、あのー、見るって感じなんだよ。うん、ねええー、であこれだねここにほらいいこと書いてるじゃん「孔津」に「孔、は、津、い」こおつから生まれた共同発明にかかる受ける権利は孔津に帰属することええー、孔、ね、に帰属と、うん。だからまあお、えー、もう契約でね そのオツが受ける権利者だってもうんそうでしょこうがいくらあれしてもねうんそれでどうしたんかねこうはえっとなんか共同者やなうんはい <coughs> でえー、っといいそうそうこうおよびこうおつの協力者協力のもとに えー、が生まれたとほらねちょっとこれも赤ね「公およびオツのあ協力のもと E としてアルファベータを組む正極材料が生まれたとああねしかしオツは引き続き新材料探索を理由としてコートの共同開発は継続しないことを通知したとなるほどうん。 でここううと平和、これちょっとね、わちょっともう悪いやつだから、あの青か紫でぬっていいあ青、アンダーラインにしようか、ね、ほうん、で、公平はあ改良発明、えー、ちょっと待ってね、公平は改良発明を明細書に記載した、あ,あの東京産栄 o c だ。 はい、A の明細書にはロ「ろ」に加えて「い」が記載されており、えー、特許請求の範囲には「い」発明「い」であるうアルファベータを含む「請求材料」ほらもうこれで終わったでしょ、うん、つまりコート兵が某人すがんなんですよこれ、うん、で公兵館ではね発明の受ける権利の あ貴族譲渡に関する合意はなされていないというかもうこれ発明・意をしたのはああの,口頭痛の協力ですで「おつ」に帰属するって言ってるんだよなねだから「おつ」がもう正義の味方になっちゃうんですよ俺ええだからオツは「お、あ、つ、のー」は移転請求をしたと認められますよ受ける権利があるしで「P」は棒人の向こう流あるしってことでねほらどうでしょう で次はあ、はいえー、移転請求がされ、えー、その移転の登録があ6月、えー、12日にあり、あ令和6年、これ未来刑の話やな、でその後、オツが帝にあ対し、あの材料 A のお製造・販売の差し止めを求めてね、あ あの訴訟提起義したと手がうん手ちょっと待ってね提あおつが手にあそうかじゃあこうしましょうかえっ、ー、とおその後おつがえー、差し止め求めて訴えう定義したとねっ手っていうのはあのー まあなんちゅうかね、えー、独占的通常自試験者なんですよ。なもんだからこれちょっとねオランゲで塗っていいですか。ね。手に対しあの材料営農生産媒で手はーでここからね黄色で塗ってくださいね。通常自試験ある通常自試験の答弁ができるんですよ。 でこれまあ、あの向こうの答弁はないと、ね、向こう理由はないって言ってますからあ、ピンクでいいでしょうね。で、ちょっとこれもね、この辺見ればもう書いてるんですよ、独通とかどっか書いてませんでした。えーえー、っとねテ、えー、ほら、P が成立した後あの定、ー、を、合弁会社は定ね。はい でその帝に対しあ独占的通常事件を許諾したと、ほら、な、うん、うん、でもよ、のこの括弧地一の移転請求をすることでね、おつのものになるから、これはあの、公と帝があ許諾してるけど、それがね、まあ、完全に無,無効になるんですよ、うん、これ、許諾してるのは公と帝ですからね。 コート兵が独通を許諾しているんですよでもあのその公兵の特許権が乙に完全に移転されるとあの最初から乙のものに乙、えー、のものとして帰属していたことになるので独通契約も無効になるんですよね、えー、でもかわいそうでしょ独通がかわいそうですねだからこれなくの日試験が認めるという話です うん、これ泣くのに自試験ですわはい「げんですかいうどんですかいそばですかいにラーメンですかい」ねええー、はいじゃあ今度はねこれもねもうあのなんていうの前のページあんまり見やんでいいよ なぜかというと、あの、平和差し止め請求、帝はあ損害賠償を請求すると。ね。で、ほら、手というのは独通権者である兵は、手はですから、うん。で、その帝はあの損害賠償を請求するんですよ。ほら、出たね。あ独通によるあの損害請求の論点ですわ。えー、あの、認めれるか論ぜよほら。 帝による損害請求は認めるか。ローンゼオですわ。ああ。ね。でも,も、ここだけビラはできるやんて、あの、認められるよね。うん。独占的に、えー、実施ができるという。地位ないし、期待。という法律上の利益を。害されてるんだから。そうでしょう、えー。で、えー、今度はね。へ、兵が登場するんだね。うん。 待ってね、えー、移転請求された時公平はあなるほど大津との間で胃についての受ける権利がああそういうこと争わないとなるほどこれはこれで胃、えー、についての受ける権利が公平に帰属することを大津が争わないこれはあの上と切り離して考えてるよね。うん、うん 何、あのー、ていうかさ、1位は、あのー、おつによる移転請求は認められたという前提でね、話が進んでるんだけど、これはこれで移転請求はされたけど、もうええわ、あんたたちにあ,のあげるわみたいなことになったと、もうおつは諦めてね、公平、あんたたちのものとして、あの特許権ね、えー、あるものと思っていいよと。うん はい、で、某、えー、がね、某悪いやつなんですよ、これ。はい、で、悪いやつだけ、あのー、青で抜いていいかねあ、ちょっと青の蛍光ペンを探すね、はい、見つかりましたよ、もう。某、はい、はね、悪いやつなんですよ、ほら、某は、異の批判に属するアルファベータガンマ材料 B を正当な権限なく国内で、 あ製造し、輸出してると。ね。あ,あ、あごめんごめん。を知ったのは、あ帝ですよ。ごめんなさいね。ていあその悪い、あの某が悪いことをしてることを知ったんですよ。ね。はい。で、えー、っと、はい。えー、で、兵は、ああ、差し止め、兵による差し止め請求に対して、某はどげん言っちゃうかというとね。あ向こうの 公弁を使用したんだなるほどまあそりゃそうだねえ9、ー、猫を噛むじゃないけどね向こうの公弁でも言うでしょうはいで、えー、あの X にはねあアルファ、A、ベータを含むと、えー、アルファベータを含むけどもはい アルファベータを含む文献には。うん、でもガンマを含まない、えー、正極材料 C。まあだからこれあれじゃね一緒じゃないかあ正極材料あアルファベータかなる正極材料と一緒ね。つまり意、e、図一緒だよ俺、うん。が記載されていた。他方正極材料に。 あ分えー、ガンマを含めることを示唆する文献はこうか、えー、棒から証拠として指定されていない。えー、この場合、兵は、そうだね、ピンクでいこうかね、正義の見方って感じだね。あこの場合、兵、え、は、ー、この公弁に対して、いかなる、いかなる対応をすることが考えるか、具体的に説明せろよ。でええー。 でおこのね、えー、特許権 P について無効審判が請求されちょらんちゅうのもまたね、あ,ある意味、ヒントになっちょるとあいうこツがあ言えます。今、はいはい、いいだよね、向この公文ですよあの、肉一さんの。えー、だからあの、この公のっち中のは、えー、その無効の公弁ですわ、書いてるね、無効の公弁って。 うん、だからもう条文も書いといたるわこれな、えー、213で120301項2号であのなんだっけあと1四4の3代項ですね、えー、でほらどうよそれに対して特許権じゃやるんじゃけ訂正の最高弁はなうもう簡単よ訂正の 最高面とほらもうあんまり見読んでいいでしょ前のページそうなんですよはいだからまさに俺の戦略は今年の問題にで効いてきたということなんですよなはいじゃあ次「あ大俳のための努力を惜しまない、えー、ビジュアル的理解にも努めるべきだとうん、ね、うん脳んじゃあちょっとピンクで塗ろうかね のを、えー、ピンクで塗ろうかで「左脳を、えー、黄色で塗るかしゃあないからなあはいで稼働させ、えー、の割合で稼働させ直感的理解とお論理的理解により大白ミスを撲滅させることができる、ね、これもう今やったの俺が、ね、問題見て結構ほら 特許剣者がピンクで、毒痛が、えー、オレンジで、えー、通常自主剣者があ黄色で、えー向向こう、悪いやつとか無交流に直結するところが青って、ほら、ええー、すっげえ分かりやすいと思うんだけど、ダメですかね土源ですかいうどんですかいねうん。よし。ね、まさに。 えー、本当にね、あの色様まやね、色様々 <laughs>、えーね。ビジュアル的理解ですよ、ね、右脳対左脳、ねあの、50対50ね、前後重量配分50対50にこだわり続ける BMW みたいですよね、まさに、えー、それと同じですよ。はい あとあの、四輪駆動もね、前後重量駆動割合が50対50という車も最近多いですもんね。え、う、え、ん。まあ、100、0が FF で、あ,あの、0、100が FR ですよ。50対50。まさに 4WD。雪道にも強いというわけだねよーしじゃあ次行くぞえー、じゃあ、おええー、端的な表現を駆使し、考える時間を稼ぐと。 えー、端的な表現ね、うん、えー、っとねまあ,あの語呂合わせなんかに直結しますよ俺、ね、例えばどげんこつかとあ,あま待ってね竜介思考停止に、えー、陥っても考える時間が増えれば突破口を開くことができるとえー、そうなんですよ別に俺はね思考停止はあってもいいと思うんですよ、うん、あのいつかは回復しますだからそのために端的な表現があ使えるようになっておくと。 あ端的な表現を使うことができるようになればあ時間不足に落ちても大丈夫です。ね。じゃあどの辺が素言骨と言えるか中途よ例えばね答案構成でもええけどねあのー、じゃあ問題1もいこうかねうんなんかいい方法ねえかな。 ああ、そうやねえー、っと、うん、この特実だとあんまり説明が難しいかな、ちょっと待ってね、端的な表現、端的な。ああ、分かった、分かった、あの、衣装とかがあのうってつけかもしれん、っていうのはねあ、ちょっと問題文見てくれるか、7ページに載っちる系。 あの衣装はね、まさに端的さを求めてますよ、なぜかというと、ほら、簡潔に説明しほら、簡潔ですよ、これ、多分簡潔に書いてない人いっぱいいるんですよ、俺、結構見ましたから、あの再現とはねか、ここまで書いとんのに全然かい簡潔じゃねえと、これ、多分ね、こういうことだと思いますよ、言うこと聞かないやつは落とすと、そういうことですよ。 ここまでね「完結」って言っとんのに全然完結に書いてないとこれはやっぱ特許調整者あの困るとやっぱ従順な人に受かってもらいたいと言うこと聞かんやつはもう受かってほしくないとそういうね気持ちが込められてますようんねっちょっと見てよっか俺は答案構成なああほらあの完結いいじゃんそうなんだっけ あのほら、えー、合わせてあ物品形状との言葉を用いて類,、えー、類似となる類型を挙げようと、これは簡単ですよね、これもう入門講座にも載ってるわ、えー、でもその類似がどういうことかは簡潔に述べようって言ってるわけよ、ほら、ね、遺書の,の定義、それからあの物品に書く遺書同士は類似する、それはどげんこつかと、ね、うん、定義。 で、まあ、二条一項って書いてるけどあの簡潔に書けやから物品等の美的外観を言うでいいんじゃねえのーね、あ、物品ってもう限定主てなどもいらんか。ね、これ、物品ちっちゃったよね、確か。などって言ってないよ、はいあの。だから物品の美的外観ですよ。 うん、これ簡潔に書けないんだなねはいじゃあ次にあ「衣装が類似するとは土原骨かと」とああこれもピンクでいいか、えーまあ、ちょっと赤にすかね、あのー、メリハリの観点からね ちょっと受,験受講生からもらった赤稽古ペン使わせてもらいますよ。あこれオレンジだったわ。<laughs> 赤は。あこれね、これね、もう4、5年前に受かった受講生からもらったやつですね。うん、あの今でも思い出すわ。一発合格が期待されていながら1回で落ちたんだけど2回目で受かったという人からもらいました。えー、じゃあ次ですね、うー、3パターンですね。よし、これはもうね、ちょっと色分けしようか。ほら こう塗ると分かりやすあですでよい同一のところをねこうやってピンクで塗るんですわほらそしたら同一類似類似同一類似類似とねっ感知でしょうがじゃあ次もねおちょっと見てみますけどほら簡潔でしょこれはねあ登録衣装とそれ以外の衣装のあ類似判断は衣装法上どのような 社の資格を通知を起こさせる時間に基づいて行うと定義されているかを述べあーあだからど,どのようなものねっこれは事業者ってことなんですよ意証補助どのようなもののねえ事業者ってことなんですよほらだって事業者だろねえいいじゃないですか簡潔えなええでそのどうですよほらねえー、どこだっけ さらにそのように、えー、規定された趣旨ね、まあだから24条2項の趣旨をね、聞いちょるわけですよ、えー、そのように規定された趣旨、きの最高三欠に言及しつつ、簡潔にだから、ね、これなんか親切すぎますよ、こんなの載せなくていいよ、こんな。ね、甘やかしたらいかんって、受験生甘やかしすぎ、こんなの出して。 ねえ覚えてるわ、このぐらい最高裁なんだから。ね、うん一般事業者、えー、これもね、公示試験が、ね、今、ね、実はあのー、条文いくら見てもいいというあの方針になってるんですわ。うん、でね、多分試験のあれからすると分かるんですよ、もう暗記とか、ね、意味ないからいやあの現場思考を見ようというね、うん、それは分かる。うん それはあの一理あると思うよでもね結局その戦略があの裏面出てますよあの試験員の皆様方なぜかというと受験生は完全に舐めてます、ええ、なぜかというと見てもいいもんだからあのもう勉強しないんですよええ、あの条文見てもいいというふうになったから安心しちゃってですねあのほら、ええ、2階上見るとその落ちるぞみたいなジンクスがあった頃の受験生の実力を100とするならば 今の受験生の実力は65ぐらいです。えー、そのぐらい低下しちゃってるんですよ。つまり3分の2ぐらいに。それはもうやっぱり現場で、あの、口日のし模試とかのね、あ試験、監督とやってる、あの、人なら分かると思います。やはり昔に比べると明らかに低下します。あの、条文いくらでも見ていいというルールだからな。だからそれは逆に言うとね、 あのー、クイズなんちゃらかんちゃらみたいにあの2回までだよとかねなんかほら外部の人に電話していいようなクイズ番組やったじゃん答える時に何かあの家族に電話したり知人に電話したりね2回までだよとねそういうふうにやっぱりした方がいいと思うよそしたら受験生も一生懸命勉強してねなめてかからんうん今の試験のその戦略はね完全に裏面出てると思うねだからって言って大昔みたいにね その口実の合格率が60%、70%みたいな、まあ、超、口実においては超厳しかった暗黒の時代ほどに戻す必要はないけどね、あれはあれで極端ですよ、うん、あれはあれで極端良くないで、今は今で良くないと思います、ええ、もうちょっとこう、ちょっと厳しいぐらいに戻しておいてはい。 でその24条の、ね、2項の完結趣旨あ,これあんまり簡潔と言えるかなどうだろう、はい、一応最高裁言及しているそう最高裁はね、あのー、一般事業者って言ってるんですよねああちょっと黒アンダーラインでいい、えー、最高裁ではつまり下等式推す事件では一般事業者って言ってるんですよところがねあ上記判例以降ですね 下級審の判例は、需要者括弧取引者を含む視点で判断してるんですよ。えー、で、で、ちょっとほら、をする状態じゃん。だから、遺装の類判断は統一的な視点で判断されることは望ましいと。で、えー、平成18改正にて、<ー>上記括弧2のね、えー、視点で判断することを明確にすべく、あの24条に行こうね。 新設したんですわ。えぇ、ー、どうですかいよしなあはい、もう、もうやらんよ。ねもう簡潔、簡潔にこだわるためにはやっぱりなるべくなるべくこう表現を端的に疲れるようになれよっていうことを言ったわけよ、俺としては。なはい。で、カラフルもやった。あの、もういいよね。もう終わってもいいんだけどさ、最後にね、俺結構これ、 頑張っって作ったんだよこのレジュメだから俺がやるあの「論文トリニティコースのちょっと紹介だけ差し振れるうんえっ、ー、とねあ「論文シーケンス」ねまあ担当も受けない関ては担当のエミネントとあのちょっとねその図式ねえっ、ー、とトータルサポートコースってあるんですよトータルサポー大豆サポニンじゃないなねえからねトータルサポートコースですよえー えー、コ,コートじゃないコースですよ、ね。はい、トータルサポートコース。でこれはあの2つから成り立っちょるわけですよ。ねえー、でまずは担当エミネントね。まあ論文だけの人も多いと思うんでね今回は、まあ、あの論文に非常置きますけどエミネントというのは卓越したという意味が込められちょるわけですね。 であ論文シーケンス、去年までねトリニティという名前だったんですよ。えー、まあ変えなくてもいいん、ね、だああ、間違えた、だから去年はトリニティだったんですが、今年はねシーケンス、かっこいいですね、シーケンス回路みたいで、えー、あとはあのほら車のギミッションみたいにシーケンシャルギアみたいなね、かっこいいですよね。えー、でその講座の特徴ですけどね、えー あの、論文式はね、主に、あの、一行問題と事例問題からね、え <laughs> に分類することができるんですよ。<laughs> えー、はい。事例問題ちょっとキーレンジャーで塗ってみるか。な、塗ってみる、始めるっていう感じだよね。で、一行問題は、青本の師匠を覚えてなければ、ああ 書けませんね確かにこれはもうちょっと暗記が必要になっているこれに対して事例問題はねあ,あんまり覚えてなくてもねそこそこね書けるんですようんでもねあ問題文が難長ければ長くなるほど、あのー、ちょっとね、えー、難しくなっている、ね、そう受験生も嫌になってくるとね事例問題短ければすぐ解けるけどね担当みたいに。 うん、そこで、その一行問題と事例問題の、ね、ミックスである、答案構成、これによって、ね、身につきます、えー、下にあるんですよ、ほら、答案構成編ってね、ここにつながるっちゅうわけですよ、つまり、えー、一行問題対策編と、ああ、事例問題対策編の集大成としてですね、答案構成編、これいいですよね、なんだよって言うとよ。 ピンクとオレンジ混ぜてみオレンジになるからピンクあ。ピンクと黄色を混ぜるとオレンジになるから。えー。はい。そして論文試験が終わって今、口実にすむべきか論文にとどまるべきか迷ってる人多いでしょまさに俺だっていう人多いと思うでしょ今。この動画を見てる人の中ではね。口実に進むべきか論文で。ただね、ちょっと一言言わせてもらっていいきついし、あの、一言言言わせてもらっていいあのね、 俺はもう余裕やから口実すみようかなと思ってる人いると思うんですよ。大体そういう人に限って落ちてます。<laughs> えー、むしろあ俺、俺、っとおるかもしれんから論文やるわっていう首脳が受かってるんですよ。これ、なぜやと思います。えー、これ、理由簡単なんですよあの。俺もう受かっとるから口実勉強しようと思ってる人っていうのはね、大体人生においてなめてかかってますわ。うん。なめてかかってる人生を歩んでる人多い。 うん、だからやっぱこう遺体を思い寄せには分からんというかねまあそういう人があ多々あいらっしゃいますねええー、まあ全員が全員とは言わんけどそういう傾向がありますよむしろね、まあ、自分は落ち落ちしょるとだから論文対策でいいわという人はまあやはり自分に厳しいというかねあの客観的判断ができる人なんですよ、えー、だから本当に弁理士としても望ましいしそういう客観的な判断ができる人はねなんかその変にこう あの変に自信を持ってるまあある意味あの勝負の勝負強さみたいなところを秘めてる人も多いんだけどあの勝負強さも何もなくてただ自分に甘いだけであの受かっとるんとちゃうかみたいなね全然実力のないのに口述に進む人が結構多いんですよだから論文やってる人の方が受かりますねこれもう私も20年教えてるから分かるんですけどうん。 したがって迷ってる人こそねうーん、論文シーケンシャルターボがおすすめです。えー、あ、シーケンス講座ね、あ迷ってる人こそう、ーん <coughs>、これ何色でいこうかな、ちょっと赤レンジャーも使いたいよね、うん、バんバラバラバラ赤レンジャー、ちょっと待って、赤がねえじゃん、あ,あったあった。 迷ってる人こそ、え論文シーケンスおすすめです。というのも、えー、論文シーケンス講座の中の一行問題対策編、ね。えー、口述の試験問題もねあ、積極的に、えー、取り入れられちょるからなんですよ。えー、ちょっと見てみますか、ね。ほら、これが一行問題対策編。 えー、いいでしょこれうん審査基準も学びますよほらねえ二、ー、29条はあ特許戦よりも前に、えー、された発明についてはね原則としてあ特許を受けることはできないことを規定しょるっていう感じやねうえいしかしあの自らの発明を公開した後に その発明について特許さんしても、あ、一切できない。ハメシャに濃く。はい。三発気をしてそぐわない。出ました。大技が炸裂しました。ねえ。えー、まさにボマイエクラスの大技が炸裂しました。ね一切できない。えー、ハメはめしに濃く。あ三発。ね最近俺も三発に行きましたよ。ねえ。 1000円カットの3発に3発起用しゅしゅうそぐわないとほら、ね、こうやって覚え方まで教えますからねうん審準バージョンですよ青本には、ね、対象と書,書かれてませんのでねうんそうしたがって、えー、最後はねあのこれいい規定だから黄色でいきましょうかね えー、したがって、東京ではああのあちょっと、ね、青も混ぜるは、ね、発明が公開された後に特定の条件のもとでっていうのはオランゲリオンだねエヴァンゲリオンでもなくオバンゲリオンでもなく、えー、オランゲリオンです。はい でうーその発明の特許を受ける権利を有する者が特許をるのる縛りは、ええー、先の出願、先の公開によって、えー、その発明の新規性が総数しないものとして取り扱う規きて、つまり、戦争令がもけられちょるうわけですね。えでね、これは、口実もあの出てるじゃない次見てくれ。ほら、この辺です。17ページ、見てください。 ほら、あのー、平成29年1日目、パネル問題、パネルディスカッションですわ。うーで、いい問題出しますわね。うん。で、どういう、あれかというとね、A の後に B について、A の後に B について質問公開される。A, A の後に B が公開されちょる。ああ。で、いずれの世話についても審査請求はされちょるとした場合、 AB の奇数ねああなるほどず来るほやなソ連の集団農場やねよしじゃあこの発表のせいでね B はやられちょるとやられ,れあしまったこれ出願公開じゃんこれちょっとね紫にせないかんですええだからこれはね紫にしたいんで青の上からピンクで塗ると紫ほらこういうねリカバーの仕方も教えますから あっちゃーみたいな時にこの色とこの色にすればこの色になるよっていう技も教えてあげますからね。だからもう B はこの新規性でやられます。ええ。だから青でいいですよ。はい。で、その一方であ、その一方でですね、A はこの洗顔の公開でやられますから紫。肉の2で。うん。ムラムラムラ先ですわ。ねえ。だからちょっと、うん。こうやって紫で塗っちゃう。ね。 ほら、いいでしょ、俺。うん。だからよ、一行問題対策と言いながら、あの、ところどころこういうのも交えてですね、空きが来ないように空っしょる。ちゅわけですわ。ほら、これパネル問題ね、工事の方はいいでしょ、俺。工事対策にもなってるしね、一石二鳥一挙両得ですわ。ええー。 したがって、口述で駒を進めることができないだろうと思って、論文の講座を申し込んだけども、異に反し論文に受かってしまったという場合でも安心です。ええー。理由まで、理由付けです。論文シーケンシャルターボは、えーえー、っと、論文から口述にうまくつなげていくための講座。うまくつなげていく。そこにシーケンスの意味が込められていると。ええー。ねえ。はい。 ちょっと一応問題対するねあ。青本改正本審査機能予習などの基本書に準拠した趣旨や理由付けを学んでいきます。ただ、純正な一行問題ばっかりやっていると諦きます。そこで事例対策の予習も兼ねて、口述試験の去問やオリジナル問題、オリジナルの正事例、えー、問題を通じて現場思考力を鍛えていきます。これはもう、口述対策も兼ね備えちょると。まさに、えー、もうね、 あのー、本当にね、口実対策取らんでもいいぐらいの,あーのー抜群の安定感があるということですね。えー、じゃあ、事例対策編。はい、しあのー、これね、一行問題対策編だね、ちょっと俺、間違っちゃるわ、うんあのー。一行問題にしようね。 一行問題。ええー、だからあのまあ間に合ったら直しようけど、ま、間に合ってなかったら俺みたいに今ね対策編で学んだ知識や肩を生かしつつあ本格的な事例問題にあ取り組みますと。 そうそうそう。で、えー、1コマあ3時間ですけどね、えー、その内訳はあ、30分演習、30分解説を3回繰り返すといった内容ですわ。あ,あと、あのー量、量よりあ質を重視しているので、えー そそうそうだからあの 3, 3, 回3問しかやらないんですよ、で量より質を重視するので、消化不良に陥ることはないですね。はい、で、党案構成編あ、その前にね、その型っていうのはね、あの基本骨格中みたいなのも配るんですわ、く配るのかなちょっとあの、えー、ちょっと待ってね、パンフレットを用意させますわ。 えー、あら、誰も出会うわはい、あのですね、えー、中上級の,あのトータルサポートコースとかが載ってるパンフレットを持ってきてくれませんか、<laughs> すいません、はい、えー、ちょっと持ってきてもらいますからね。はい であのー、今度はね、答案構成編集、説明しておきますわ。えー、特実にあ2問、えー、衣装1位、商標1の合計4問、えー、答案構成に取り組みます。で、えー、ここでは短時間での、ね、的確な大把握に努めます。解説講義は3時間、フルについておりますからね、あのー、で、問題の解説はもちろんやるし、 関連事項にも触れるとええなお論文シーケンス講座をね通学通信のいずれの受講形態で申し込んだ場合であっても、ええ、答案構成編は通信での受教となる点に注意ご注意くださいあありがとうはいこれ基本国家宿習がついてるかどうかわからんよねわからんじゃあいいわ俺がちょっと調べるわ これね、ちょっと俺が、あの、論文の型をね、あのー、その身につける基本骨格集っていうのがたあったと思うんで、ちょっと待ってね。えー、今、俺が見てみるわ。論文、えー、論文シーケンス。おありましたおーよかったわ。えー、これあの、パンフレットですわ。嘘なしの、ほら。 論文シーケンス講座ねそれのねあのほらこういう表紙こういうね3人が乗っちょる、えー、第2リニューアルとか書いとるやつの、えー、42ページでほら論文基本骨格集がついちょるでしょ。うん、うん。だからねあのー、これただあのあれですよ一行問題のところであんまり役に立たないというか。 一問問題題う、ねえー、だからこれはあの本格的なその事例対策編、えー、そうなんですよだからこ,これこれにまあ先立ってというか、えー、合わせてというかね、うん、これに役立つかなといういわゆる論文基本骨格集というのはこの事例対策編に役立ちます。えー まあ一緒に取り組むといいよねうんこれちょっと今俺の手元にないんだけどまあ党案構成集みたいなもんですわええー、ね簡単に言うとはいよしあ今年はねだからあのー、ちょっといい 今年はね、こういう方が役に立ったみたいなところを見せましょうか、本試験で。確かね、殺損不振が出たよね、商標法で。えー、っと、ちょっと商標法。ああ、これです、ほら、これね、方がもう、俺の方通りっていうかね、ほら、見てください、えー、今ょのレジュメ13ページ、殺損不振、ほら、これ、まあ、先生、そんな力説戦でも。 当たり前やないですかっていうかもしれんけど多分ね欠けてない人置いてますよ。殺損不振を上げた上でさあ本物ではどうかみたいなほら最も妥当である、えー、措置、まあれちょっと待ってよ最も妥当なあ商標法のもところねちょっと待ってよ最も妥当なものほらねっ 最も妥当なものを答えよう、えー。最も妥当と考えた理由ね。ええー。だから、最も妥当である理由というか、最も妥当であるものおよびその理由って書かんと。うんえー、最も妥当であるものおよびその理由って書くべきだね。はい。ええー。でね。あのー 不当利得返還請求も、まあ、い,いけなくはないんですよ。ただ、えー、ちょっと安いかなって感じなんですよね。ちょっと黒アンダーラインでいいよ。行くよ。不当利得返還請求は、ね、できるんだけども、あそのねえー、ちょっと安いと。うん、あの理由は1 0以上の適用を受けられないからね。で損害賠償は、ほら。 損害額の推定、えー、規定とかあの適用で損害額の立証負担が軽減されるで兵が得た利益として1100万円あの100万円かける11か月を損害額として認定できるとああだからあの本問では損害賠償が最も妥当だよというねえー、どうようん差してはもうだめよこれ全然。 うん、もうあの権利切れちょるからね、うん、であとあの信用回復もえー、あれ最も妥当である理由あごめんごめんこれはねここを囲むために赤でそうそうそうであのうん,うーんあっおでぬとえね差し止め請求も鼻っからおですよもう権利消滅ちょるからうん であとそうですね業務上の信用が害された事情も伺かがわれないので信用回復もちょっと不可でしょうね、うん、事情なしというか推認できないという表現のほうがいいかもしれないね、うんまあ、推認できない、まあ、事情なしでもいいんだけど、はいえー、だから型重要だよって言いたいんですよ。 ねはい、であとあの、どこだっけあ、もうちょっとです、はい、次、当連編、当連は、ね、いっぱいついてますよ、ほらえー、集中当連、実践当連、完成当連ねもうこし、もうちょっと色がもうねえから、ね、あの紫でいい、紫はあ,のあんまりいいよくねえ場面で塗るんだけど、ちょっとあの今日は、ね、ほらあの悪役も今日はは、ね、協力して。 ちょっとお願いし投練、ね、集中投練初中級レベル中級以上レベルが実践投練で本番同様のスケジュールでペースをつかむ論文完成投練ねといったようにあの実際に答案を書く回もねかなり充実してますわ。ということでその筆の力と書いて出力実践力これを養うと。ねう でもうあまり詳しく言えないんだけどその何実践編というやつの去年の,、ね、あ,のあれがあります、ほらえー、去年の実践あ違う違うあの、なんだっけこれはね、事例対策編の見本だと思ってください、この18ページから。うん、書いてみますね これは事例対策編見本です。はい、まずあの予習的な知識がね、ここに書いてあるんですよ。うん、だからこれを読んだ上でであれば。まあ、なんていうか、あんまり難しくないと思いますよ。もうヒントが隠されてんだね。で、これ一言で言うと、時系列算点セットの問題なんだけど。 えー、ほら時系列もちゃんと俺が示してるからね、で答案もほら、あのー、あんまり長すぎない答案でね、現実味があるし、うん、そうなんですよ、それでね、えー、っと、これはも、えー、っと例題3、例題3はね、これ、イヤよシリーズなんですけど、ある意味的中してるんですよ、これ、去年の問題だけど。っていうのは 33ページ見てくださいほらここでさ「国際国内型」出てますよ、うん、あこれちょっとねもうちょっと下なんですけどね、うん、これ今年出ましたねちょっとコメントしてください33ページのほら国際国内型これ今年的中ですよある意味去年載せてましたからねこれ「的中」って書かせてもらいます 国国際、国内型、出ましたら丸、うん、いはね、国際国際って書いてるんですよ、これ、これちょっとごめんなさいね、これあの、あのもうちょっとこの四角を下の方に持っていってほしかったね、うん。で、あとね、えー、っとこれはなんだ、これ。あこれは多分、東党安構成編だな。これ、党安構成編だと思うわ。うん これはね、確か俺、商標で的中してるんですよ。あ、異償商標で。ああ、これ、ちょっと待ってね、えーと、34ページに、皆さん書いといて、これ、ちょっとごめん、当安構成編の見本です。特実異償についてやるから。 ね、これ特日一でしょ。で、特日あれ、だいぶ特日に衣装、あれ、解説も重視してんね俺これね。で、衣装、うん。そうそう、で衣装はねあの、確か俺、ジュネーブ出したんですよね、これ。うん そうなんですよこれジュネーブの問題だと思いますよ違うかなあなんかほら国際,国際出願すべきでねで俺がねあの後ろになんかそのこういうのもやっとけよ万が一のためにってつけたところがあるんですああほらこれ出てましたよほら58ページね一応ねあほら書いてますよほら ああら論文試験に出なさそうな事故は省略だからまさに出るぞと思ってるやつを俺がここに載せてるわけですよ58ページほらこれ出ました今年秘密請求できない国債ではでお代わりにあの延期請求できるここまで書いてたか素晴らしいこれ見事的中ですええー、去年やっとってよかったね ほらこれ的中したでしょで、あともう一つね的中しているところがあるんですよ、それはね7ですあ、これです、ほら新相例、ねえー、黄色で塗るよ、ねねえー、っと、ね、あこれはまあ従来からあるからピンクにしとくか、これは従来からありますよ、その旨、あーそれから証明書、国際公表日から継承歴例これ30日ね。ね、えーえー 経済産業省令というのは、まああのえー、遺跡の1乗の2ですね遺跡小太郎じゃありませんでこれです、これほら R3 改正ねこれも改定よかったですよ、今年のとは証明書は 1B というのはあ IB というのは国際事務局、ね、インターナショナルビュアローに提出した場合における懲戒の提出犠牲、はい、これも的中しました載せといてよかったねえ。 えー、土ですかい、うどんですかい。ねえ、よーし。ちゅうことですわ、もうええわな。あ、あとはあ、ごめん、最後に、商標法ですけどね。これもね、すごいんですよ。これも国債でしょ、ほら、もう、国債。ね、問題はもう、窓、まあ、プロって言ってるからね、国債の事案ん。で、これ、どっかで消滅するんですよ、忘れたけど。ね、で、ほら、あのー、 差し止めと損害賠償の可否、こ今,今年も商標ホーラー、まあ、一応、殺損不振の中でどれが一番いいかって聞いてたけど、あの去年の答案構成編のこれ第6回で出したんだけどね、あのどっかで、ね、セントラルアタックみたいなのを食らうんですよ、俺。満了やったかな、ほら、満了してるでしょ、あこれね、そこはちょっと違ったね。 そのセントラルアタックというか満了してるんですわ、うん、だから満了してるから差し止め請求はできないでしょほらね満了してるところはね満了しないところはできますけど、うん、でも損害賠償はまあできるぞみたいなね、えー、ちょっと行こうか、えー、香水のところはまあピンクで塗っとくけどうん損害賠償もねなんかひい商品はさすがに請求できないけど あ類似のところとかねそれから香水、えー、のところはいこうやってねほら損害賠償とあ差し止め請求のそれぞれこうできるかできないかねちょっと問題見てね <laughs> 俺もあんまりその詳しく解説しないからなんでやねんと思ってる人も多いと思うからねあ,ある意味的中しますよこれもねうんしかも窓プロの事案だしそうでしょ はいということで結構当てにいっとるぞと、ね、去年の,あのトリニティまあまあ当たってるなって感じがしますはいじゃあそういうことで、えー、ちょっと長くなりましたけどこの辺であの終わりたいと思いますそれでは皆さん試験,試験傾向から考察思考停止を防止する3つの方法もう一回見せようねほら 古弦骨。上から読んでいくのではなく、説問から読んでいくべき。大把握のための努力を惜しまない。ね。そう。で、端的な表現を駆使し、考える時間を稼ぐ。ね。そう。簡潔に表現しようって、ね。簡潔に答えようというもんでも多いんだよな。はい。ということで、えー、今日はこの辺で終わりたいと、このように思っちおります。以上で終わります。それではどうも、皆さん。 げえっ、ー、と、実際の講義でお会いしましょうそれでは失礼いたします